はい、皆様こんにちは、こんばんは。はい、なんだっけ、ここは、はい、百光亭っていうとこ、東なんとか店だね。東大通り、西大通り、西大通りの百光亭ね。つくばのなんとかつるご、東つくば店、あ、これ東平塚だよ、そうだよ、東白平塚店ね、チェーン店ですね。 1,2,3,4,5,6,7 店舗ぐらいあるのかな。はい、おーすごい。はい、あ、じゃあウーストの部屋に、はい、すいません。はい、クロス豚来ました、団子。これでね、1300円ぐらいします。1200円ぐらいが思い切って頼んじゃいましたね。いやー、でかいなね、これこうなってて、ね、これ大きいですよ、これ大きいんですよ、これ手と、あ、手のがでかいがすごいね。食べる前に写真撮んなくちゃ。すごいね、うん、食べる前に撮った方がいいわ。はい、これはね、海鮮なんとかの A ランチ、ランチ A セット。はい、でこっちがね、なんだっけ、B ランチ、どっちも900円ね。結構品揃えいいですね。ご飯とスープと、これ豆腐と、これが杏仁豆腐、これが海鮮なんとか、でこれキムチ、これがシューマイね。はい、早速いただいてみます。はい、じゃあね、はい、エビから美味しそう。はい、いただきます。うん、うん、プリプリです。エビ大好きですから、エビプリプリ、塩味が効いてますね。うん、美味しいです。はい、野菜食べてみましょうね。これはね、あれだね、あのあれ、チンゲン菜、チンゲン菜と白菜、白菜と、これなんだ、イカ、イカと人参とキクラゲと、あとなんだ、野菜入ってますね。はい、イカ、イカ、あ、キクラゲいただきます一品一品。はい、これな、ね、キクラゲコリコリしてて、うん、美味しいですね。このあんが絡んで美味しいですね。はい、イカ、イカ、イカ、うん、美味しい。もうちゃんと塩味が効いてて、イカ柔らかくて美味しいです。はい、野菜食べてみます。はい、いただきます。うん、うん、シャキシャキしてて、あのね、このあんがトロトロしてて、うん、歯ごたえがあって美味しいです。はい、ね、ご飯欲しくなりますね、やっぱりね。はい、ね、ご飯取れない、ご飯いただきます。うん、美味しい、美味しい、美味しい。はい、次はね、これ豆腐の何あんなんだろうね、これね、あん、あん、あんかけ、なんかちょっとトロトロしてるような気がするよ。はい、これね、はい、豆腐いただきます。うん、あ、味付け美味しいね、これね、食べた？なんかごま油の風味と、なんだろう、うん、ポン酢みたいな、うん、でも酸っぱくないみたいな、美味しいです。はい、はい、どうぞ食べてください。じゃあね、シューマイいただきましょう。刺しちゃった、ツルツルするから失礼しますね。シューマイ、うん、普通に美味しいです。うん、切ってください。はい。あ、肉団子、巨大肉団子切ります。おお、食べやすい大きさに切って。中身何入ってんのこれ。おーおーおーおお、出てきた出てきた。うん。なんだ中は。大丈夫？肉？肉と野菜かな？うん。なんか入ってるね。大丈夫でしょ。じゃあこれさ、ちょっといただきますね。
かじってみます。タレを絡ませて、はい、肉団子の中身はわかんない、いろいろ入ってますね。はい、つやつや、テカテカつやつや、はい、いただきます。ちょっとご飯の上でね、ピーンと、はい、いただきます。うん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 、なかなか、うん、これは鶏、うん、なんかねサクッと切れるかなと思ったんだけど、あの肉の塊食べてちょっと食べるのに時間かかりました。鶏肉ですね、鶏肉に何かが入ってるんだよね。あ、入ってないのか、鶏肉だけか。うん、ボリュームありますね。はい、味はね酸っぱくなく、なんだろう、意外と色の割には優しい味しますね。何だれって言うんだろうね、これね、黒酢あんかけだった、黒酢だから優しいんだね。ご飯欲しくなりますね。いただきます。うん、なんかね、こう見ると私豚肉のひき肉だと思ったのよ。食べてみたら鶏肉だったまあいいやね、しょうがないね。はい、じゃあ次ね、キムチいただきましょう。キムチだよね。ん、ああ、物が違うのかな、ね。はい、いただきます。同じだと思うよ、わからん、挟まっちゃった。あ、そう、忘れてた、こっち、こっちがね、何炒めなんだこれ、野菜炒め、あ、豚肉、あ、にゃ、あれだなんかにゃとか、肉野菜炒めかな。はい、肉野菜炒め、はい、いただきます。あ、美味しい、これ、ね、豚切りの細肉炒め、あ、なんだっけ、そんな感じ、香ばしいね、味がね、野菜もしんなりシャキシャキしてて、うん、しんなりとシャキシャキって相対するものなんだけど、香ばしくてね、美味しい、なんだろう、醤油味かな、やっぱ独特のタレだね。お肉も美味しいし、はい、よかった、できてね。はい、こっち A ランチね、こっちね、こっち B ランチ、どっちも900円です。多分税込みですね。こっちはね、思い切って頼んでみました。大きい団子3つなんだけど、1200いくらか。はい、いただきます。はい。